中央ボスニア県、あるいは中央ボスニア関東は、ボスニアヘルツェゴビナ共和国のエンティティである、ボスニアヘルツェゴビナ連邦を構成する県。県とはトラブニク中央ボスニア県は、ボスニアヘルツェゴビナのほぼ中央に位置しており、サラエボの西側にあたる。中央ボスニア県は12の基礎自治体に分けられている。中央ボスニア県で最大の民族集団は、 ボシュニャク人であり、主にアイツェ、ノビトラブニク、トラブニク、ドニーバクフ、ブゴイノ、ゴルニーバクフウスコプリエ、ビテズ、ブソバチャ、フォイニツァ、キセヤクの各自治体に住んでいる。県で2番目の人口比率を占めるのは、クロアチア人であり、主にアイツェ、ドブレティチ、ノビトラブニク、ビテズ、ブサバチャ、キセヤク、クレシェボ、ゴルニーバクフウスコプリエ、フォイニツァに住んでいる。 1991年、この地方には339,702人が居住していた。その民族別内訳は次の通り。ありがとうございます。